山本かなぎ明治39年11月27日は、戊辰戦争における演習報告隊の隊長。神職。浜松にある飯野野球見宮寺。山本大隅とも称する。鴨県主家で、鴨の真淵の末裔。遠戸海国浜名郡有東にて、産見村金山神社神主、鴨の友根の長男として生まれる。弟に新庄村八幡神社神主の内藤山次郎、後の靖国神社二代目宮司となる、鴨の瑞穂がいる。4歳半から書に親しみ、6歳で中村源左衛門亀年につき、12歳で慈法庵専修から漢籍を学ぶ。天保11年12月8日、15歳で、鴨の家より、八幡宮神官の山本家を継ぐ。この頃には、岩間寺住職、三宅仁との親交があり互いに往復し和歌を作った。遠州西遠地方では、歌の山本、書の三宅と言いはやされた。22歳になると、小栗公友の門人となる。ついで国学者、石川頼平に教えを受けるが、死が病気となってからは、神官で国学者でもある、鬼島広影から教えを受ける。慶応4年1月3日、京都での鳥羽、伏見の戦いをはじめとする、戊辰戦争が勃発すると、演習報告隊を結成し、山本かなぎと池田正三郎が隊長となる。尊王攘夷論の急先鋒として、錦のお旗を掲げ討幕に向かう東征大総督、有栖川宮樽仁親王や東征、大総督参謀、西郷隆盛らと共に、江戸へ進軍し先鋒を務める。隊員数は306名で、神主中心の総合体であった。日本最古の軍歌、宮さんはこの時の様子を軍歌にしたもの。演習報告隊が、神官中心の組織で結成されたことで、それまで沈黙していた各地神官がそれに呼応し、神官中心の義勇隊が一気に組織されていった。その時、山本かなぎが詠んだ句に、天皇のお先に立ちて示してむ、山と心の花の色かを、数ならぬ身には、あれども世のためと、思う一つの心ばかりはがある。慶応4年5月15日、上野戦争での彰義隊との戦いや、東北戦争にも参加し、江戸城内の警護を終えると、同年11月、山本かなぎは、故郷浜松に帰り、弟の鴨の瑞穂は、東京に留まる。明治5年、宗長親王を祀った、飯野屋宮が、明治天皇により創立されると天皇から、官兵中射の社格を賜り、山本かなぎは、飯野野球見宮寺となる。明治39年11月27日、飯田にて没。81歳。ありがとうございます。